ボーディングターミナルにコンテナ列車が到着し、所定の位置に停止します。機関車をコンテナ列車から切り離した後、構内に待機しているボーディングロコとコンテナ貨車とを連結し、低速で移動しながらダブルトラバーサを通り、新幹線貨車の中に引き込みます。このボーディングロコは新幹線貨車の中を通り抜けられる大きさです。コンテナ貨車が収まるとボーディングロコを切り離し、トラバーサを移動した後、新幹線貨車と新幹線機関車を連結します。この動作を編成の前後で行い、新幹線貨物列車を組成します。コンテナ列車の新幹線貨物列車への積載は約10分で終了し、20両のコンテナ貨車を積載した新幹線貨物列車はボーディングターミナルを離れ、新幹線本線へと合流していきます。新幹線本線を走行してきた新幹線貨物列車は、本線から分岐してボーディングターミナルへと進入します。一つ目のダブルトラバーサを通り、速度を調整しながらトラバーサ上で停止します。停止位置を確認後、前後の新幹線機関車を切り離し、両端のダブルトラバーサを移動して、コンテナ車を引き出すための橋脚レールを準備します。構内に待機している在来線機関車がダブルトラバーサ上の橋脚を通り、トラバーサ上で新幹線貨車内のコンテナ貨車を連結し、ゆっくりとコンテナ貨車を引き出します。この引き出し作業についても約10分で終了し、そのまま在来線本線へと合流して、在来線貨物列車として運転されます。